サバイバー、宿命の大統領は2016年から2019年にアメリカ ABC で放送されたテレビドラマシリーズ。アメリカ合衆国では2016年9月21日からシーズン1が2017年9月27日からシーズン2が放送された。2018年5月、ABC は打ち切りを発表した。しかしながら、同年9月に ネットフリックスが10話構成のシーズン3を2019年に配信すると発表し、6月7日に配信した。2019年7月24日、シーズン3での打ち切りが発表された。日本では配信をネットフリックスが独占し、シーズン1の DVD は角川映画がサバイバーとして販売し、シーズン1の放送はスーパー、ドラマ TV が行っている。題名は、 アメリカで実際に一般教書演説の際に行われている大統領継承権保持者のうち一人をアメリカ合衆国議会議事堂から離れた場所に待機させるデジグネーテッドサバイバー制度に由来する。指定生存者として生き残った主人公が継承権の順位により世界最高の権力を持つアメリカ合衆国大統領として任命されたことから未曾有の混乱と 政治的反発、そして政府内の陰謀とテロに立ち向かうストーリーを描く。主演は大ヒット作 24-24- 24において大統領を守る立場を演じてきたキーファー・サザーランドが本作では逆に大統領を演じている。サザーランドは2 4四リブアナザー・デ h 以来久々のテレビドラマ出演で本作ではプロデューサーの一人としても名を連ねている。 作中の第一話において、テロリストにより爆破されたアメリカ合衆国議会、議事堂。作中において、メインの舞台となっているアメリカ合衆国大統領が、居住し、執務を行うホワイトハウス。アメリカで、住宅都市開発長官を務める主人公のトム・カークマンは、現職のリッチモンド大統領との折り合いが悪く、とある政策をめぐる、意見の衝突から解任されることになり、 重要な政策に関与させないために、指定生存者に指名され、一般教書演説への出席を禁じられてしまう。ところが、その一般教書演説の最中に、アメリカ合衆国議会議事堂が、テロリストにより爆破され、1000人以上が死亡。大統領、副大統領以下、閣僚がほぼ全員死亡してしまう。それにより、もう一人の指定生存者であった。 女性議員のキンブルと同じく爆破を免れたことから継承順位によってカークマンが大統領職を継承することになる。突如として世界一の権力者となり国家を引きなければならないことに戸惑いを隠せないカークマンだったが元大統領の首席補佐官代理をしていたアーロン・ショアを首席補佐官に任命し、 長年にわたって仕事をしてきたエミリー・ローズを特別顧問に、さらにはスピーチライターだったセスライトをホワイトハウス報道官に指名するなど、慣例にとらわれない行動力を発揮していく。全世界から注目され、経済、治安、外交問題の悪化が予想される、アメリカ史上最悪の混乱の中で、大統領として事態に対処することを迫られる。だが、 前大統領がカークマンを閣僚から解任させようとしていたことが公になったことから一部の知事や議員、マスコミなどから大統領として不適格であると求断されるようになる。その頃、この爆破テロ事件で愛人だった上院議員を亡くした FBI の女性捜査官ハンナウェルズは現場の状況から犯人はジハード共振者ではないと確信したことから 相棒の IT 担当者、チャックルシンクと共に、真犯人を突き止めようとする。そんな中、FBI 副長官のジェイソン・アトウッドの息子が、テロリストにより誘拐されたことから、ジェイソンは、テロリストの命じるままに冤罪を被って逮捕される。その後、カークマンが副大統領授与式で、テロリストに撃たれ、爆破事件の唯一の生き残りであり、副大統領にも指名したピーター・マクリーシュが、 実は、テロ事件に関与しており、カークマン暗殺を支持していたことが判明。FBI が拘束しようとした際に、マクリー主夫妻が受決するなど、緊迫した状況が続く。しかし、縦弾的質手術後すぐに国民に顔を見せ、大統領としての不屈さをアピールしたカークマンは、熱狂を持って国民から迎えられ、その後も誠実かつ積極的な政策を打ち出していき、 大統領としての職務を務めていく。当初、主役のトム・カークマンの声優は、志村智之であったが、シーズン1の DVD には小山に差し替えたものが、収録された。シーズン2からは配信でも小山が、サザーランドの吹き替えを担当しており、シーズン2の配信に伴いシーズン1の配信も、小山版に変更された。なお、スーパー。ドラマ TV では、初回から、 小山の吹き替えで放送された。シーズン3は2019年6月7日にネットフリックスから一斉配信された。ありがとうございます。